ニュースのお時間になりました。本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。参政党にとって大切な政治資金パーティーのお知らせです。8月10日土曜日、参政党フェス in 神戸が神戸国際展示場にて開催されます。現在先行二次チケットの申し込みを行っております。今回のチケットにも特典をご用意いたしました。販売は7月9日までを予定しています。ぜひ早めのお申し込みをお願いします。申し込みサイトは公式ホームページ、またこの YouTube の概要欄に記載がありますので、よろしくお願いします。本日のニュースは少し前のものにはなるのですけれども、英語のニュースをですね、要約した内容をお届けいたします。日本は米国、アラブ諸国との外交バランスを取るのに苦戦。2023年の10月の初めに勃発したイスラエルとパレスチナのイスラム組織ハマスとの最新の紛争は日本の中東政策の試練となっている。東京は長年米国との同盟関係を維持しながらアラブ諸国との友好関係を育むように努めてきた。この外交的アプローチはちょうど50年前、日本が第一次石油危機に見舞われた時に始まりました。ということで、本日のゲストを早速ご紹介いたします。情報戦略アナリストで令和専攻塾塾頭の山岡哲秀さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここでですね、この米国アラブ諸国との外交のバランスを取ることに苦戦していると、そしてこの外交的アプローチですね、なんとかこううまく両方とやっていこうと、はい、これはまあちょうど50年前にの第一次石油ショックですね、はい、の時から始まっているというんですけども、この認識は非常に甘いと思います。はいはいはい、確かにあの時も大ショックでした、はいはい、しかしですね、今回はまた次元を意味してきているんですね。はいはい、お二人はペトロダラーっていう言葉を聞いたことありますか？あ、ごめんなさい、私ないです。浜松の方言なんですけど、はい、本当ですか？ダラーはドルのことですか？はいはい、これどういうことかと言いますとね、はい、アメリカのドルってこれずっと基軸通貨と言われていて、はい、世界最強の基軸通貨、準備通貨として君臨してきているわけなんですよね、はい、でなんでそんな強いかというと、石油の決済に使われるのはドルと決まっているからなんですよ、うんはい、で特にサウジアラビアとアメリカの間で協定がありまして、はい、石油は米ドルで買う、うんね、って決まってるんですよ、はい、でこれアメリカにとってものすごく有利ですよね、うんまあ、米ドルで決済する、はい、とアメリカは臨転機で米ドルを吸ってそれで買いに行けばいいだけなんですね、はいはい、そこで例えばサウジアラビアの通貨を買う必要もないわけです、うんうんはい、でサウジアラビアの方ですね、はい、もうその米ドル受け取って、まあ、どうするかと、じゃあこれでとりあえずアメリカの国債を買っておくとか、はい、そうするとそれまたアメリカにとっても得ですね、はいはい、でアメリカにとっていいこと尽くしじゃないですか、はい、でもその代わりですね、このディールがあって、まあ、サウジアラビアというのは、まあ、実は、まあ、王族による、まあ、専制国家なんですよね、うんうん、その民衆主義国家ではないんですよ、はい、でその王族の存立をアメリカは認め、うん、擁護し守ると、はい、そして安全保障、軍事的な、はい、それもアメリカが守りますと、うん、そういうディールなわけなんですよ、はい、でそういったものは根本にありますから、その米ドルというのはですね、アメリカ人がどんなに浪費してもですよ、稼ぐ以上に使いまくっても、うん、ずっとこの基軸通貨として君臨してきたという経緯があるわけなんです、はい、ところがですね、はい、6月9日にですね、このずっと1年ごとに更新されてきたそのサウジアラビアと
アメリカの間のこのペトロダラー協定がなんとサウジアラビア側の意思で更新されなかったんです。これどういうことかと、というのはサウジアラビアはもうアメリカに距離を置くことをもう決めたってことですね。サウジアラビアはなんとブリックスに入ってるんですよ。ブリックスって分かりますよね。あのロシアと中国が中心になって、インドも入っている、あのブリックス側に入っちゃったんですね、でここにイランも入ってるし、というその産油国も加わった経済ブロックの方に比重を移してしまって、このアメリカとの協定を更新しない選択をした。これはものすごく大きなことなんですよ。でこれですぐに米ドルが崩壊するということではないんですけれども、というのはその米ドルほどにですね、その国際的な信用を得て、基軸通貨、準備通貨として使われてきている、それに変わる通貨が今のところありませんから、すぐには影響しないとしても、長期的にはこれもちろん出てくるわけです。ですから、いろんな国々が石油を買うときの決済に、米ドル以外の通貨を使うようになってくるわけです。例えばサウジアラビアで言えば、これからはロシアのルーブル、中国の元、ウェルカムだと、日本円も OK というふうに言ってくるわけですよ。これものすごく大きなことなんですね。歴史年表に残る、そうですそうです、もう重大事件です、これもう本当はもうトップニュースで、全然日本はそんなもうそのバランス外交とかなんとかって、もうそんなレベルじゃないですよ。これだからもう、アメリカやばいと、もう付き合ってらんないと、ね、もう戦争ばっかし次々とね、起こすしということで、完全にもう距離を空けて、向こう側についちゃったってことですから、で、その動きというものが世界中にあって、で、もともとヨーロッパって、このアメリカに対するこの距離感というのは NATO はあるんだけども、NATO という枠組みはあるんだけども、ところがアメリカに対する距離感を保ちたがって、でロシアからパイプをノルドストリームというパイプを作って、ロシアからどんどん天然ガスとかを買っていたわけなんですよ。でウクライナ戦争が起こって、でも買うなということになって、このアメリカからですね、無理やり買うというようなことにもなった。日本もちろんそうしてるわけなんですけども、ところが最近になってまたロシアからの購入額が大きくなっているんですよ。そして驚くべきことにですね、トルコまでブリックスに入ると言い出していることなんですね。ということは世界中のいろいろな国々が、これアメリカとべったりくっついててもやばいという考えて、この関係を見直してですね、露骨にもちろん反米には走らないまでも、まさにインドなんてそうですよね、なんかこう曖昧にしながら、でもブリックス側ともうまく付き合っていこう、ね、であわよくばトルコみたいにもうブリックスに入っちゃおうとか、ヨーロッパなんやかんや言ってもうウクライナ云々よりもロシアからやっぱりエネルギー買った方がいいとかっていう、そういう地殻変動が起きてる。だからそのアメリカ帝国のこの凋落ということがこれも決定づけられているわけです、ある意味。そしてこの今回の大統領選挙の行方によっては、本当に物理的な内戦に陥る可能性もあるわけです。だから日本としては、そのことを踏まえてどう行動するかということを真剣に考えなきゃいけない状況に陥ってるんですよ。だからただ単に、この間の岸田さんのアメリカの議会での演説じゃないけど、世界がサウジアラビアがその通貨協定を更新しなかったという衝撃的なことが起きてるわけでしょ、その地殻変動が起きてる時にですよ、日本だけがアメリカの議会でこれからはグローバルパートナーとして
アメリカ一国が負ってきた重荷を共にね、共に分かち合っていきますと、そう宣言したわけなんです。これバランス外交って言うんですか。うん、確かにこれやばい状況なんですね。ということで、日本は今一生懸命アメリカの国債を引き続き買ってですね、でついにその保有高が、もともと一番買ってる国だった、ところが中国がそれを追い越したんですね、でも中国が今度売りに走ってるんですよ。だからまた日本が一位になっちゃったんですね、でこのままだと日本はアメリカとまさに一蓮托生で心中する羽目になってしまう恐れがあるわけなんです、もちろん大事な同盟国として反米になれと言ってんじゃありませんよ、ね、その A か B の二化的価値判断しちゃいけないんです、正解か間違いかというそういう二化的価値判断しちゃいけません。これは本当受験の弊害で、常にこの答えこの選択肢の中にどれかが正しいとか、正しいか間違ってるかとその1か0かじゃないんですよ、それを総合的に考えてやっていくのが本来のバランス外交です。それが日本ができているとはとても思えない、アメリカに抱きついたままの状態、これは極めて危険な状態だと、反米じゃないんですよ、客観的な情勢判断としてはそういうことが言えるということを、申し上げているわけです。その意味において、この記事、この米国アラブ諸国との外交のバランスを取るのに苦戦してるなんていうレベルの話ではもはやありませんね。それこそサウジがアメリカを切ったのってやっぱ国力に自信があるからっていうことになりますかね。国力に自信がある、もちろんその、ロシアや中国と組んで、BRICS の枠組みの中で十分やっていけると、やっていける、と判断した、そしてアメリカとこれ以上組んでいても、いいことはないと判断したということですね。行かなければなくてね、今 EU でももう地殻変動が、起きていてますもんね。そういう世界の動きというものをよくよく見据えてですね、日本の国益ということを考えて判断し決断していかなきゃいけないということなんですよ。しかしそれは日本にできるか、その能力があるのかと、その胆力があるのかということが今の最大の問題なわけですね。それについてはまた後半話したいと思います。昨日のお話ではないですけれども、日本も今モッキンバード作戦は現在進行形で、日本のニュースを見ていてもですね、先ほど阿部萌歌さんがお話されてきたような、世界情勢なかなか知ることができないっていうのが日本のメディアの現実なので、やはり能動的に私たち情報を入手して世界を見ていかないといけないなと思います。で、後半につきましてはですね、山岡さんのポッドキャストの方で私拝聴したんですけれども、トランプ政権の、元近しい方と、お話をされる機会があったということで、そのお話について後半少し触れてお聞かせいただけますでしょうか。はい、わかりました、それでは引き続き後半も山岡さんとお届けいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。それでは本日もありがとうございました。ありがとうございました。新刊の参政党ドリルが発売されました。コロナ政策など時間とともに変化しているトピックについても現状を反映した内容に大幅アップデートしています。また刊末資料として昭和天皇の2つの詔書や参政党ブックの内容もカラーで載せています。参政党の仕組みや政策がわかる一冊になっています。ぜひお読みいただき、周りの方にも広めてください。よろしくお願いします。